すべてのコスモを燃やし尽くし、空に消えたシリウ。聖夜たちは友の死を乗り越え、先へと進む。欧米球を守護するのは氷河の死ともいえる存在。そしてその優しさゆえ、天秤球に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイント、カミユだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミユ。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。絶対零度の戦い。我が師とも言うべき神よ。あれが氷河を氷の棺に閉じ込めた男だな。聖夜シュン、先に行ってくれ。氷河、ここは神よと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てをもってお前に答えよう。ほい、氷河。来い氷河、真の陶器というものを教えてやろう。あなたから授かったものすべてをぶつけ、カミュー、あなたを倒す。レディーバーン。その程度。それだけ。その程度。借りた。無駄だ。無駄なこと。その程度。借りた。
ようだ。ティグラスの闘気は身に染みたか。セイヤ。シュン。こんな季節に、ひとひらの雪。セイヤ、今氷河のコスモが僕たちにさよならを。振り返るなよ、シュン。行こう。操御球はもう目の前だ。見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら、自分の技にも、そして生死の境で絶対零度を身につける。お前は死である。この神湯のコスモも遥かに超え、究極のコスモ、セブンセンシズに目覚めたのだ。まさしくお前はこの神湯の全てを受け継いだ。できればその力をお前の信じる道に使わせてやりたかった。お前をこの先も生かしてやりたい。だがもはやこの神湯にもどうすることもできない。許せ、氷河。神湯、あなたは命を懸けて俺を絶対零度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。いつか、いつかまた二人であのシベリアの氷原へ帰りましょう。ありがとう、我が神、神湯。そしてさようなら。セイントセイヤ爆発ネビュラストリーム。君はコスモを感じたことがあるか。